復讐は俺に任せろは1953年制作のアメリカ合衆国のサスペンス映画フリッツ・ラング監督のフィルムのワール1999年にビッグヒート復讐は俺に任せろと解題されてリバイバル公開された2011年アメリカ国立フィルム登録簿に登録された巡査のトム・ダンカンが自殺した彼の遺書には ギャングのマイクラガナ一味が姿勢を牛耳っていること、自分もそれに関係していたことなどが書かれていた。トムの妻バーサは警察へは病死と偽って報告する。一方、遺書を利用してラガナを恐喝する。警部のデーブ・バニオンは、トムの死因に疑いを持っていたが、トムと駆け落ちの約束をしていた酒場女ルージーがギャング一味に殺されたことから、疑いは一層深まった。だが、デーブは、 所長からこの事件から手を引けと命じられた。警察上総部にもラガナの手が及んでいたのだ。しかし、デイブはそれを振り切って、捜査を進める。すると、ラガナは、彼の妻、ケーティを事故に見せて殺してしまう。これに怒ったデイブは辞表を叩きつけ、一人で調査を、進めていく。デイブは、ラガナの子分、ビンスの上夫デビーに接近した。ビンスは、デビーとデイブの中を疑い、 嫉妬のあまり、デビーの顔に熱いコーヒーを浴びせ大やけどをさせた。デビーは、バーサを射殺して、トムの衣装を奪い、さらに、ビンスを待ち伏せして、自分が受けたのと同じように熱いコーヒーを彼に浴びせた。怒ったビンスは彼女を撃ち、逃亡しようとしたがデーブに追われ、拳銃戦の末、ついに逮捕されたが、デビーは死んだ。そしてべての事実が、明らかになり、 デーブは警察に復職したのだった。ありがとうございます。